どうも、埼玉で音楽講師をしたりサイクル主催をしております、シンガーソングライターの友木と申します。よろしくお願いします。今日もねちょっとスタジオの方に来てやっております。コロナでね外出しちゃいけないんですけど、本当はまあちょっと近所のスタジオでねわざわざ来てる理由があります。やっぱり普通ねスタジオとか音楽ライブハウスっていうのはもう今営業禁止なんですけど、まあそれぞれのねスタジオとかライブハウスの判断において営業する休業するっていうのはあるんですけど、まあまあここはやってますので、まあ多分というか公表してるんですけど営業が厳しいということで、私もね、まあ、ちょっと結構もう15年20年ぐらい、いや20年言い過ぎだな10年以上はもうお世話になってるスタジオなので、まあちょっとねここはもうなんとか踏ん張ってほしいなということで、まあスタジオでね一人で、まあ他誰もいませんと、で電車も使ってないですと、で一人でやって、もう一人で一人強調なので、まあ少しでもねちょっとまあ力になればと、まあ、これでコロナ乗り切ってまた元気なスタジオ運営にねなっていただければと思って今日もスタジオからお届けしておりますまあちょっとまあ細かな事情ですけどお話しして、で今日またミックスボイスのお話をしていきます。ちょっとね前回まで私の自己紹介っぽい動画が長々続いて皆さんにちょっと飽きられちゃったんじゃないかなと思って少し心配したんですけど、まあ、今回からまたミックスボイスの話していきます。でミックスボイスの話なんですけど、だいぶ動画がいっぱいたくさん出ました。でちょっとミックスボイスって再生リストあるんですけど、ミックスボイスっていう再生リストだとなんかもうあまりにテーマがありすぎてミックスボイスの再生リストでも収まりきってないんで、そこはさらに今今後分けます。ちょっと今までの過去の動画はごめんなさいミックスボイスの再生リストなんですけど、これから撮る動画はミックスボイスからさらに枝分かれして細かなテーマに分けて再生リストを作るので、まあ興味のあるテーマとかこれは私自分また僕はちょっと練習強化したいなっていうのを選んで過去の動画とか、まあ、もちろんこの動画とかこの先の動画も見ていただきながら、あとコメントとかでね今後こういうちょっとテーマ上げてほしいとなればやっていきますということで、じゃあこの動画からミックスボイスがこのより細かに再生リストも増えていきますんでご期待の方よろしくお願いします。で今日はですね、改めてミックスボイスについて、必要な練習方法を、まあ、一回総括でまとめというかこんな感じでポイントがこういくつかありますよっていうのをお伝えして、でそれをまたちょっと一個ずつ細かくでちょっとこう分かりやすくそして楽しく続けてねミックスボイス、お話した通りこう一朝一夕ではすぐ習得できません。なので、まあ、長くね例えばもう1年以上はもう継続して練習することを前提にするとしたら、まあ、やっぱり続けることってやっぱり大変なんですよ。それだけでもすぐできるようになならないっていうことはやっぱりそれだけ挫折もあるでしょうし、やっぱりあと何でしょう、こう今日はもうやりたくないなとかちょっともうなんかできないからいいやみたいな、やっぱり長ければ練習期間が長引けば長引くほど挫折の可能性っていうのはでかくなるので、まあ、なるべくねそれをだからまあ当然継続はしなきゃいけないのは前提なんですけど、じゃあいかに継続できるかっていうことをねちょっとポイントを置いて楽しく楽しくもう練習だうわーってこうなんか眉間にこうしわ寄せてこうやっぱりやってばっかりでもちょっとつまないんで、まあなるべくねそして分かりやすく楽しくでそして効果の出る方法でちょっとまあお話ししていければと思ってますんでね、まあちょっといろいろ教材とか他の動画でもミックスボイスの話してると思うんですけど、まあ、ここではまあちょっとそんなにこう専門用語に偏った話じゃなくて楽しくいきたいと思います。ちょっとまた前置き長くなりましたけど、じゃあ今日のテーマですね、ミックスボイスについて、まあ、必要な練習のポイントちょっと一回おさらいします。全部で5つぐらいに分けてちょっとじゃあお伝えします。でこのポイント5つがそのまま再生リストになってまた増えてると思います多分ちょっとどこで作るか分かんないんですけど、5つミックスボイスを習得するために必要な、練習ポイント5つ、あります。で、まずじゃあ5つ全部バーっといってしまうと、1個目、声区、そうですね、裏声になるポイント、もしくはその、自分の地声を出しているポイントから裏声に切り替わるポイント、まあ、これは声感ポイントとかブレイクポイントというんですけど、それを知ります。だからでこう普通に喋ってる声から上がってって、これ以上声が出ないっていうところからこう裏声にカーって変えるそのポイントですね、それを声感ブレイクポイントって言うんですけど、ブレイクポイントを知る、これがポイント1個目で、ポイント2つ目でこのさっきの地声と裏声をこうなだらかにくっつけます。これいわゆるミックスボイスって言うんですけどこの、ね、ミックスボイスって言葉もいろんな捉え方があるんですよね。ミックスボイスっていうのがこの高音で出る地声のように太い声を声を出せることをミックスボイスで言う人もいるし、ミドルボイスっていうのをミックスボイスで言ってる人もいるし、このいろんな地声から裏声から高音まで自由に聞きできるのをミックスボイスって言ってる人もいるし、いろいろあるんですけど、それまた別の動画で説明というかね話します。ここではポイント2つ目、
声域の融合、地声と裏声、まあ、特に高音と低音中音域を、まあ、なだらかにつなげますと、これがポイント2つ目、まあ、いわゆる声域融合と言われる話ですね、まあ、ミックスボイスっていうニュアンスに一番近い話です。でポイント2つ目が言いました。でポイント3つ目、声域そのものを鍛えるということです。なのであのミックスボイスっていうのはつまりその地声、低音、ミドルボイス、中音、ヘッドボイス、高音、これらのそれぞれの、まあ、声ってこの地声だとこうこの辺フルバス、まあ、ミドルボイスちょっとこう地声の限界マックス上だとこの口ら辺でこううにゃーなーほーってこう裏声とか高音のヘッドボイスと言われるものはこう頭の方こう鼻腔から上の方を響かせる。だから発声の感じも変わってくるんですよね。で変わってくるイコール声域が変わる声、あの専門用語で申し訳ないですけどまあちょっと概要欄も一緒に見ていただきながら、声域が変わるっていうことは発声の方法も変わるっていうことです。なのでそれぞれの声域、まああるんですけど低中音みたいな感じで、その声域一個一個を鍛えるっていうことがポイント3です。ポイント2ではそれをくっつけるって話をしたんですけど、ポイント3は声域それぞれを鍛える、これがポイント3つ目で、ポイント4つ目、リラックスする繰り返しになって申し訳ないですけどリラックスします。でリラックスって言っても一言でね言ってもいろんな方法がありますと。リップロール、タングトリルとかストレッチとか体を動かして、まああのちょっとね汗をかいてからやるとか、あのサウナ入ったりとかね、そういういろんなあの独自の方法で体を温めたりリラックスさせる方法っていろいろありますので、これをまたあのちょっとね細かく楽しくお話ししていますんで、4つ目リラックスする。で最後5個目ですね、まあ、総合的なトレーニングです。まあ、今までは声域とか声域融合とかリラックスとか、ブレイクポイントを確認するんですけど、まあ、そもそもそのミックスボイス発声、この高音出せるように地声のような太い高音出せるようにする練習っていうのはそれだけではあの絶対に強くなれ強くドラゴンボールじゃないんだから、やっぱりそもそもの発声の仕方とか体の使い方とかもう全部がしっかりできてて、ようやくミックスボイスもこうやっぱり形になるしより響きが出るので、まあやっぱりポイント5つ目、その高音にばっかり意識いかないで、まあ、例えば腹式呼吸とかその、まあ、そもそもその表情筋とかその、まあ、あの喉の周りの筋肉、声帯の周りの筋肉ですよね。声帯は粘膜です声帯の周りの筋肉を鍛えるということが必要になってきます。でそれをちょっとずつ鍛えることによって腹式呼吸もうまく使えることになって、ミックスボイスこの高音で 太い声出せるようになるので、まあ、絶対総合的な練習は必要ですと。これが5つ目ですね。でポイント1個目 2,3,4,5 ってこう並べたんですけど、これは別にあの優先順位ではございません、ごめんなさい。今あのブラララってこう順不動で並べました。であの重要な順番で言ったら、あの1番はまずリラックスすることですポイント4つ目のね、じゃあ順番にしとけた話ですけど、ごめんなさい、ちょっとまあ順不動ですけど、まあ一番最初はもうやっぱりリラックスすること。でその次、声域そのものを一個一個、低音、中音、高音って言った声域があると思うんですけど、その声域をそのものを鍛えるってこと、これがまず次のステップですね。でポイント3つ目で、まずそのブレイクポイントをまず改めて確認して、で声域をくっつける。だ3、4はポイント1と2みたいな、なんかもう混乱しそうですね。でまあ一応その今まで流れの中でずっと常にやれてるのがさっきの腹式呼吸とか表情筋とか声帯の周りの筋肉を鍛えるっていう総合的なトレーニングも合わせてやっていきましょうっていう話でございます。これをね、まあ、ちょっとこれを今ちょっと導入編ということで、これからまたミックスボイス細かくやっていきますよ、どんな形で話すのっていうのを5つに分けてこんなテーマでやっていきますよってことをお話しました。で次回以降でちょっと細かく一個一個お話ししていきますので、またぜひちょっとね動画の方お気に登録してない方はぜひしていただいて、この動画もいいねしていただいてで結構ねこのミックスボイスの話と合間に、まあ私も弾き語りでオリジナル曲ですけど歌ってみたみたいな演奏もやってますので、それも一応ミックスボイス使ってます。なので、まあ、ちょっとミックスボイスの練習してる方は ああいう風にやってるんだみたいな感じで、ちょっとまあ模範になるか分かりませんが、ちょっとね参考にしていただいて、でその動画とこのミックスボイスの練習の動画両方合わせてみて、ぜひ習得に向けて頑張っていただければと思います。今日はミックスボイスポイント5つ、これからね細かくお話していきますよということをご紹介いたしました。まあ、一応ちょっと最後にもう一回だけ確認すると、ポイント1、リラックスする。もう順番ごめんなさい、重要順にいきます。ポイント1、まずリラックスする。で、ポイント2、声域そのものを鍛える。で、ポイント3、声域安定ブレイクポイントを確認する。で、ポイント4、声域を融合させる。で、ポイント5、総合的なトレーニング。腹式呼吸、表情筋、声帯の筋肉とかですね、この辺を今後からやっていきますので、ぜひ次の動画もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。